これ麦跡のねコシヒカリなんですけども、一本植えなんですよね。田植えをしたのが7月のね6日かな、一番遅いです。で、苗はもう40日ない、ポット1本一粒まきの苗ですね。でご覧のように大変な分穴が出てきまして、まあ、係数これだと十分取れるなっていうふうな、見通しなんで、あとはあの天候もですね、穂が出るのが8月の20日頃になるだろうと思いますので、だんだんこう涼しくなる時期に実っていくっていうふうな形になるわけですね。まあ、そうなれば当熟も良くなるし、品質的にも良くなっていくという感じがするんで、稲を栽培して麦を植えて収穫してまた稲を植えるっていう、かつてやってた二毛作ですね、これを復活することでこの暑さを克服することができるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ぜひこれからも実験を繰り返してみたいと思います。